お願いします。大阪淀屋橋に設置されたカウントダウンクロック、赤く光る555の文字は大阪・関西万博開催までの残り日数です。困難な状況、ネガティブな報道もされてますけれども、こういうタイミングだからこそしっかりと我々ポジティブな活動もアピールしたいと、何よりもやっぱり語呂がいい、ゴーゴーゴーと。そんな中、起工式が行われた関西パビリオンには兵庫県や京都府など関西を中心とする9の府県が出展し、歴史や文化を発信します。参加自治体が負担する費用は運営費も含めおよそ15億円の見込みですが、物価高騰の影響などを受け6000万円ほど上振れする可能性があるということです。一方、バンダイナムコホールディングスは機動戦士ガンダムを軸に民間パビリオンの出展構想を発表。人類が宇宙に生活圏を伸ばした世界観を表現します。発表会に出席した大阪府の吉村知事は、2025年大阪関西万博でもうずっとテレビも見てましたしね。そうですか。プラモデルも小さい時作って、やっぱり五感インスピレーションに触れるっていうのを、ぜひ僕次の世代にやってもらいたい、うん、